ちょっと待って、これ今、オープニングの方戻ったら、オープニングの方戻ったらこんな、こんな画面出てきたんだけど、何この右側の人。まさかの、しかも武田っぽい感じ。ちょっとなんか曲がってるような、とんがってないように見えるけど。うん、というのもなんか追加いつの間にかされてましたということで、引き続きやっていきましょう。まこなこです。ストロングホールド、ウォーローズのダウンロードコンテンツ、未来カーン。これやっていきましょう。二つ目、幸福期間。ミッション説明。雲南でのフビライの成功で、大理国をモンゴルの支配下に置くことができました。さて、まあいろいろ書いてある。征服、豪族を捕らえよう。戦いが加熱します。タリーの砦を破壊して要塞を弱体化させよう。フビライを呼び寄せました。君主を守る。戦いは行き詰まっていたのです。しかし、敵襲は早くやってくる。城の守りを整えましょう。暑い気候の豪族はゆっくりやりましょう。モンゴルの内で悪病が蔓延し、門家は犠牲者の孔雀豪族を捕らえて、伝統により強靭な衣服の経済モンゴルの首都で新しい人が選ばれることを意味しましょうになってる。吸収する準備ができるまでに僧の城には近づかないようにする。僧から攻撃を防ぎながら全ての豪族を捕らえるには強力な兵が必要。しようと試みます。僧の勲章を撃つ必要はない。ここ一番大事だね。大都を破壊するだけで良いということを忘れないでください。行きましょう。大東から多分攻撃やってくるから、そこは壊しておきましょうという、多分そういう意味だと思います。では行きましょう。これ自らだよね。カーンからのメッセージ。即位の時が来たというのに前線で守るならあの辺りか。とはいえ敵を制圧せぬまま任務を放棄することはできない。武漢周辺の豪族は守りを強固にしています。彼らを倒すには強力な軍を編成する必要がありますよ。いいえ、食料食料。こんなもんか。食料庫はある。早めに石材あるから縄文作りたい。門作るか。これはポイントが足らない。門から抜かれる可能性が高くなる。え、ちょっと待って通ってないんだけど、これ勘弁してくれ。あ、もうちょっと前でよかったな。これ石が必要です。より多くの石が必要です。石材必要。石材、これがそうでしょう。貯蔵場まで石を運ぶのに水牛が必要です。水牛必要。2つあれば十分。鉄とかももうすでに取れる。だが木材がない。急がせましょう。人口それなりにいる。あと兵舎はあるのか。これは兵舎もないよね。兵舎は石が足らない。先にやっとくべきだった。兵学校ならばお金で解決できる。うん、今バランス悪くないね。人口マックスまでなっていて結構人余ってるのか。じゃあもっとガンガンとやってった方がいいかも。このためにより多くの木材が必要です。うん、あとそうだ、鉄だよね。命令は何だ。まあこれ必要になったら行くときにここの壁壊して通れるようにしましょうか。これはこれで悪くないのかもしれない。これなんだ、これ岩か単なる。あとは石材早めに行きたい。そして武器庫よりかは兵舎先。うん、この辺り久しぶりだからちょっと何したらいいかが分からなかったりするけど、ここら辺の防衛用の櫓かロケット砲か。攻撃を仕掛けてきました。くわ、早いね。どうやら補給路を断たれたことが許せないようですね。ここら辺か今動いてるの。フビライカーンのメッセージ。ちょっと待って、別角度から来るってことないよね。いや、自分の方が自分の方が動揺してんだけど。邪魔なボートの弾を蹴散らせ。
階段すら作れない。石はもう一個作れないか。これは置き方によっては作れたのかな。この辺りはちょっと分かんないけど、一つ分かってるのはダメだったっていうこと。違うな、これは巡回か。この辺りの攻めてきてるのはどっから来てるの。まだ来てないと思っていいのかな。これはここら辺からなんか届く武器があればいいけど、ちょっと石遅すぎない？降ってるよね。まあ一応水牛もどっか行ってるんで、怖いね、いつ来るか分かんないから。まあだからこれ以外のこともやっとけっていう話だと思うけど。なんでバカなことやった。石は十分ではありません。うん、でこの中で進路を言ってくれ。新しい命令ですか。持ってきましょう。何を燃やす。乗る準備はできている。まあとりあえずのんびりだよね当面は。どうなんだろう、今回火事あるのかな。火事あるとしたらあんまりこういう作り方は良くないかもしれないけど、一つだけかどう考えても。うん、人口が足らなくなってきた。そして武器庫はないはず。これ小屋。あ、食料ここだったか。じゃあ武器庫、いや武器庫の前に兵舎兵舎。石が足らんない。あー、来てるね来てるね。あんたに従うさ。ここら辺。平原に雷鳴が鳴る。イエーハッ。うん、暇してるね、ここ。大丈夫？ぜひ先方に。うん、まあまあまあ。所詮は、なんとかなった。石がないから何もできない。そして、兵舎を作りましょう。弓がない。武器庫。石がない。当面はこれでなんとかなるでしょう。人口結構余ってるので何かやらせたいけど。全体的に上げて。うん、プラスにはならないか。ん？豚はあるのか？野菜がないのか？これは今は。まあ現在の物資状況。肉は最初からあったっぽいな。おっと、今野菜が入って。プラスに持っていける。まずこれ塞ぎましょう。なんか塞げてない可能性があるけど、大丈夫今。そして次、大刀。茶畑もやっていきましょうか。木材が十分ではありません。うん、初手に木材工房をたくさん作ったことによって。ちょっと待って、なんで？あ、君主なぜか上にいる。いいか、競争だ。隊長。
承知しました。全部移動させましょう。100頭欲しいね。あと、そっかそっか、武器工房を作らないといけない。石が足らない。これ一つだけだと厳しいけど、まあここを塞いでしまえばいいだけなんで、これさえ終われば何とかなるか。だがここ石がまた失われていく。武器工房、武器庫、他やるとしたら、あ、ここら辺の施設がないのか。いや、大使館はあるな。大使館立てておきましょう。これでポイントを稼いでおく。外交のね、このポイント。最初ここなんだけど、これ外交でなんとかはならないのかな？パッと見。そんな感じだったよね、今ね。で、武器庫。まずは弓から行きましょう。お金が足らない。金必要だったのか。この建物の運営には労働者が足りません。ちょっと待って、ちょっと待って、マイナスになっている。あ、こっちじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、ここら辺一気に持ってかれたね。米2倍いけるね。方面弓作って、この建物の設置にはゴールドが足りません。考えましょうか。市場はあるのか。これは市場、どこに何があるかが全然記憶にないから。市場はそもそもない可能性もある。いや、あった。これは分かりやすいところに。うん、米はたくさんあるな。もう一個いけるか。さすがにそれは無理か。いつの間にか敵やってきてる。そしてこれ最初から弓がいつの間にか入ってるな。雇用が必要です。補助兵準備完了。領民が必要です。新しい命令ですか。今人が少ないのでなかなか雇うのが難しい。終わってるね。雇用が必要です。そろそろ大東あたり行きたいけど、石材買うって手もあるけど、金そのものがそんなに潤沢ではない。次土兵行くか憲兵行くかだけど、憲兵行きましょうか。うん、お金が足らない。それでも回るようにはなっている。あと茶だよね。茶、茶は作ったけど茶室を作ってなかった。前の方へ一服してもらいましょう。そこには設置できません。それによってもう一個あげてもなんとか。うん、ようやく鎧。次は剣行きましょうか。このユニットの訓練にはゴールドが足りません。弓の準備は整ってます。うん、敵やってきている。武器が必要です。馬はそもそもこれ入れないのでポケットしてるだけだが、他の硬いユニット
準備はできてます。標的を定めろ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、いつの間にこれあ、よくない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 。君主がやられてる。あ、君主の方に全部行ってくれるからこっち側外出てくれる。補助兵準備完了。戦闘準備は完了。これ、おのおの、何でしょう。私たちはただの領民ですよ。いつの間にはしご兵が来てたか分かんなかったな。準備はよし。うん、降りてきた。壊しましょう、これで、この辺りも取り除いていけるような状況に。隊長、何でしょう。もう動けません。登るんじゃないんだよな、壊してほしいんだよな。かわいそうに。え、なんでこれダメになってんの。やつらを倒しましょう。かわいそうに。任務ですか。これじゃあこの陛下じゃ壊せん。大丈夫ね、壊してくれてるよね。あ、なんかこのクリックする場所がすごい微妙だったりする。奴らを倒しましょう。反応しないね、他が。さっさと片付けましょう。上から蹴落とせなかったっけかな。奴らを倒しましょう。家にようやく反応した。帰れますか。次は進もう。ようやく一服で大塔が建てられるようになった。そこには設置できません。なるほどね。補助兵準備完了。全部入ってもらって、とりあえずこれで一服。武器が必要です。ああ、まあなんとかなったなと言っていいかどうかわからんけど、武器剣を作りましょうという話をしていたはず。お金がいつの間にか大量に溜まってる。終わった終わったしてたら、同兵も増やすか。ちょっと待って、登られてくる気配あるんだけど。いざ戦わ。え、なんでそれそっち側から言ってんの。わけわかんない。壁に一つわかるのは、うん、敵はこっち側来てくれるんで。隊長、かわいそうに。うん、反応するときとしないときがあるから。簡単に倒せる。若干ラグができたかな、これ。次はどうなんだろう。かわいそうに。昔こんなテンポ悪かった？簡単に倒せる。任務ですか？いざ戦う。次は。うん。かわいそうに、まだ戦うのですか？行動に若干ラグが。なんか発生してるかのような、こんな風に思う。火薬箱じゃない、ロケット砲。もうちょっと そこには設置できません。前までやっといて、で、火薬砲、ロケット砲か。うん、まあこっち側か。とりあえずこれで当面守りはなんとかなると思いたい。雇用が必要です。家まだ作りましょう。まあ上級でいいでしょ。行く場所がない。カーンが援軍を連れてきてくれました。どこどこどこ。あ、ここ来てる。私たちの馬は強い。仰せの通りに。だってこの後ここ行くんだけれども、どうやって行く。ちょっとおびき寄せて
こっち側で戦うって手もあるけど、おびき寄せて標的の名を言ってくれ、争いに加われ、応じてくれるかどうかね。敵がやってきてくれるかどうか。武器が必要です。時間か、決して振り返るな、うん、まあ追いかけられてるのは良くない。命令を。あ、ダメだ。この道に火を放て。うん、造所から遠いから、武器のところ時間かかってるね。この建物の設置にはゴールドが足りません。まあのんびりやっていきましょう。新しい命令ですか？急ぐことはないと思う。防衛さえしっかりしてしまえば、あとは守るだけなので、これ門か。石材が足りてなかった。石材買ってもいいかな。そこまでお金に余裕あるかと言われると微妙なので。また住居作りたいような気がする。待ちましょう。食料絡みのバランスは多分悪くはないと思う。うん、官軍兵。気を抜くな。人口5名ほどいる。どうするか。特にバランスが悪い状況でもないと思うので、兵学校でも全部対応するって手もあるんだよね。うん、大塔はまだ作れず。あれか、鎧とか作ろうと思ってたけど止まってたね。さて、家を作ろうと思ってたけど、できれば上質、この右下の住居のところプラス10まで持っていきたい。やってきてるね。敵の投石最優先。ご命令を。うん、投石はあっさりいけそう。ここら辺もそこまで強い兵かじゃないんで。で、後から来るのもなんとかなるでしょ。あそこら辺に関してはもう土兵じゃないと対応できないと思うけど。新しい命令ですか。この旗持ってるのが防御上げるやつなんで、旗持ってるの優先で倒しましょう。倒せてるかこれ。うん、この手薄な門の方来てるね。はい、違う違う、移動なんかしなくていい、はい、移動なんかしなくていいんだよ。こっちが戻ってきて。進発。あっさり破壊されたな。どこへでも敵に勝ち目はありません。なんだ、早く入って方向転換の準備をしろ。あれ、なんで馬弓兵撃たない。これバランスとか変わった可能性あるよ。これ前までわざわざ出てるもんね。前まで出て戦おうとしてしまってる。雇用が必要です。雇
ここら辺の挙動が以前と変わってる可能性がある。大塔じゃない、門を作りたい。うん、これである程度は何とかなりそう。あとはロケット砲か、これよりかはまず大塔行きたいね。奥までは届かないか、攻撃は。ご命令をすぐにでも。隊長、補助の前回の疲れが残ってるんです。時間かかるぞこれ、今回のプレイは。上質住居、そこには設置できません。あともう一個ぐらい作れば快適性が右下上がりきって、また税金を高くできそう。はい、承知しました。そしてお金さえ回ってしまえばあとはなんとかなると思うけど、衣服絡みもやっときましょうか。これまでで一番強い軍が向かってきます。ちょっと待ってくれ。できません。シルク工房、木材が必要です。さてのんびりしてないで防衛整えないとダメなんだけど、整えてる余裕なかったな。何でしょう、壁にお呼びで。これはしご兵優先。こんな全部やる必要ないか。あー、なんではしご兵行ってくんなかった。あ、なんとかなった。誰か前行こうとしている。下がってくれ、下がってくれ。なんでこれ承知しました。防御になってるんだけどな、近すぎたか今の。でも隊長、大砲優先、大砲優先。この辺り倒した。さて斧ぐらいであれば入ってこられても問題ないでしょ。まあなんかすごい強いのが来るような物言いだったけど、新しい命令ですか。そこまででもない、ね。隊長、はい、壊された。お呼びで。うん、これ不正でおしまいであるならば問題ないんだけど。終わったかな。騎兵準備完了です。乗れ。さてまた主演も設置できません。もう来ないと思って行ってしまうか、それともそうじゃないか。行くならば憲兵を思う。なんとかプラスになった。今は豚が、いや野菜が足らないのかな。野菜、カーンが援軍を連れてきてくれました。うん、この建物の運営には労働者が足りません。どこだ援軍。
あ、ここ来てるね。うん、これそろそろじゃない？行っても大丈夫なんじゃない？承知しました。で、今人がいない。クオリティ低い住居でもいいんで、作っときましょう。ちょっと移動に時間かかるんで、のんびりと。はい、承知しました。あとはそうだね、お金回り良くするために何かやりたかったけど、蚕は蚕の眉はある、シルク糸もある、あとは衣服作って衣服売れば、快適性上げるために使うって言ってもあるけど、うん、衣服入って快適性上がってるね。税金さらに一つ上げましょう。不良は足らないような気がする。この建物の運営には労働者が足りません。うん、ダメだ、マイナスになってしまう。さて、そろそろ行けるでしょう。人がいない。雇用が必要です。マイナスになっている。野菜がやっぱり足りてないね。野菜、この建物の運営には労働者が足りません。家も足りてない。に行けないけど、今行かないでいつ行くのって話になるんで、指揮官がこちらに。行きましょう。もう全体で行けば。ご命令通り。カタパルトは持ってかなくてもいいかなとか思うけど。新パーツ。カタパルト搭載完了。あ、ここら辺壊すときに必要かもね。上の小島には敵もいないので、徐々に向けておくのもいいかも。新しい命令ですか？なんで音楽鳴りやんだ？うん。届いてるうちはボケットしきましょう。休みなどいらない。あとあれか、マントレットか。マントレット作んないと。攻撃を受けています。待っていた。あーっと、敵来てるぞ。一旦下がりましょう。平原に雷鳴が鳴る。任務は早く壁。気をつけ。直ちに。馬の用意はできている。ご命令を。早く壁。命令ですか？石弓兵がお供します。石弓兵上に乗せて。休みなどいらない。動かしたつもりなんだけどな、動いてないね。新しい命令ですか？なんだ。そして敵は随分ゆっくり来るから、右側もなんとか倒してしまいたい。やり方がわからない、やり方がわからない。敵に矢の雨は。あ、ヘマしたかもしれない。バカやったな。工場用天幕はお金がなくて物が作れない。で、今そもそも人がいないのかな？住居いいもの作って。隊長。
全部でなくていいので、この土兵狙ってもらう。そして大砲、大砲を手早く行きたいけど、大砲行くか。敵は城壁を打ち壊しました。早いね、城壁壊すの。この辺の部隊で多分対応できると思うけど。ご命令を。お任せするしかない。指揮官がこちらに。隊長、了解しました。承知しました。硬い。ここら辺は全部戦ってるんで、なんとかなるでしょう。あれ、味方の指揮官どこにいる今。なんか戦って勝手に倒されそうで怖いんだけど、あ、ここにいた。逃げ帰ってんね。領民が必要です。うん、どうするかな。兵学校の方が敵に近すぎるため建設できません。なるほどね。あと1体がなかなか倒せない。あとこれどこ抜けてきた。ここら辺、この門自体は無事のように見えるけど、そこには設置できません。さて、ちょっと大ポカやったので、新しい命令全部9。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、まだ来てんの？向かってます。武器が必要です。早く石弓を放ちたいです。任務は？なんでこれま、準備はよし。勘弁して。わけわからん動きを。補助兵準備完了。ここら辺もう一個壊してもらいたい。もうすぐ米がなくなります。米がなくなる。攻撃を受けています。場所厳しいんじゃないのこれ。全部終わった。そろそろ行って大丈夫？ちょっと待って、まだ来てんだけど。動けん。うん、今そっかそっか、立てたことによって米を立てたことによって人がいなかった。雇用が必要です。結構憲兵に関してはたくさん作れるような状況まで持ってきてるので、はい、兵学校そこには設置できません。あー、時間かかるねこれ。まあ、仕方がない、待ちましょう。修復。アントレット大量かな。仰せの通りに。そろそろフビライカーン危ないので、これ奥戻しておきましょう。領民が必要です。ご命令を。承知しました。うん、経済も回り始めたのか。悪くないね。大使館とかも大量に作れる。いや、お金は本当設置できません。十分になったので、そろそろ攻めたい気はする。
隊長。やっぱりこの敵の兵器を弓とかで倒そうとするとすごく時間かかるんでね。武器が必要です。はい、前へ。もう来てないよね、さすがにね。お呼びで。どうするか、旧兵もうちょっと作るか。これより土兵のような気もしないでもないけど。もうすぐ米がなくなります。米問題大変だね。そこには設置できません。行きましょう。体は鍛えてます。弓兵。あとマントレット。領民が必要です。何を守ったらいいでしょうか。移動速度が速いこの2つの構成で。あれ弓兵これしかいなかった？弓の準備は整ってます。もうちょっといたような気もしないでもないけど、はい、補助兵準備完了。うん、倒し切った。やってきてるな、見えている。あとこれでのんびりやってもいいけど。迅速に動き、果敢に戦う。どこで包囲攻撃を。アパルト使うまでもないね、今回に関しては。誰を撃ちましょう。もちろんです。部隊全体的に前出していきましょうか。領民が必要です。米がないのか。多分だけど家もう一個いけるでしょう。こっちが戦ってる。だが当然問題なく攻撃を受けています。承知、敵を蹴散らせ。左側来てるぞ。あー一旦下がる。すぐにでも。なかなか終わらん。指揮官がこちらに。前へ。ご命令を。早く壁へ。乗る準備はできている。我らの石弓が必要で。石弓兵、壁。まあ、あれぐらいであれば。武器が必要です。弓が作られてないからか、あまり弓を雇えないね。もうこの辺りもお金でやってしまってもいいかもね。作るよりかは、市場。弓は5まで買う。石弓とかも買っといていいけど。前行ってないよね、これ。危ない。武器が必要です。さて、これでどうなるか。ああ、やっぱ前行ってるね、これ。隊長、向かってます。だからダメだった。撃たれてる。まあ。分かってたことなんで、こればかりは仕方がない。一人倒されてしまった。隊長。なんとか大砲手早く。そしてもう援軍がないこと願って。
ここら辺は大丈夫でしょう。武器が必要です。領民が必要です。隊長、了解しました。ん、ああなるほどね、あの飛ばすやつか。うん、もうここまた何か武器は作っといた方がいいと思う。バリスタ1個ぐらいは、敵がいなくなったら。新しい命令ですか、弓兵。行きましょう。もう全体前に押し上げて、標的を見つけ、前の方で頑張ってもらう。誰を警備しますか。マントレットを移動しています。石弓、準備完了。次は奴らを倒しましょう。馬のようにはできている。平原に雷鳴が鳴る。君主、光栄です。あー、はしごぐらいだからこっちはなんとかなるでしょう。さすがに倒すのあとわずかなので、これ全く使えないっていうのも残念な話だけど。ご命令通りに。アパルトで横開けた方が早かったかも。たくさん来るけども、この川のところを守るかのような感じで。弓の準備は整ってます。移動中です。新しい標的ですか。ご命令通りに。気を抜くな。はい。まだ戦うのですか。気をつけ、壁に向かって再配置。ここら辺で防衛しながら。隊長、早く取ってくれ。よし、取った。あー、なるほどね、援軍来るのね。そうやって豪族、これまずカーンが援軍を連れてきてくれました。軍長アップグレード。あー、シルクイート、このうんぬんとかあるんで、ちょっとこれ全部アップグレードやって、城壁も直して。何度言ってるね。行くぞ。承知。あー、これちょっと奥攻撃されてるんで、尺なんで一旦下がって、こっち側に部隊を寄せましょう。確かバラックでね、この辺のショートカットも使うか使わないかで難易度変わるんで。何を守ったらいいでしょうか。カタパルト搭載完了。さて、これで物資を送りました。あー、なるほどね。部隊を呼ぶのはセットでできないか。先に部隊を呼んでからの方が、おっと失礼。なぜか日本語が表示されてしまった。マントレットだよね。矢車もセットで。で、シルクイートが来たならば、もう即座に服作れるので。このぐらい。もう一個家作るか？シールドの用意はできています。ご命令を。さて行きましょう。ぜひ先方に。準備はできてます。戦う番が来ましたか。たどり着けません。なんだ、乗れ犬たちよ。乗れ。
早く入って方向転換の準備をしろ。さて向こうの火矢車をとっとと倒してもらいたいんだけど、どんなもんだろう。倒し終わった。またやってくるね。これ牙がすぐそばにいるから勝手に戦ってくれる。本来であれば憲兵前出したいけど、憲兵出すか。指揮官がこちらに。うん、前へガンガン行ってもらいましょう。憲兵に関しては攻撃態勢でいいかもね。援軍派遣、援軍派遣、援軍派遣。これ何回できるんだろう。物資を送りました。あ、こういう感じで出てくるのか。前へ。どこへでも。無助騎兵じゃない。戦う番が来ましたか。彼らの側面を守れ。我らの石弓が必要で。弓の準備は整ってます。反応しないことが多いというか、なんでこれ一人しかお呼びでってないんだ。素通りしてんね。どこへでもご命令通りに道を開きましょう。全体的に前前と。どこに乗る。乗るにはいい。そしてどこか遠くからも攻撃を受けている。命令ですか。カタパルトは準備万端です。となると馬騎兵あたりを持ってきたい気がする。これじゃあない。こっち側攻撃を受けています。雇用が必要です。敵も大軍やってきてるね。はいはい。新しい命令ですか。隊長、お好きなように。さて、これですぐそばも取れると思うので、別方向、向こう側なんとかしたいけど、なんともできない。なんでしょう。乗馬日和だ。すぐに移動します。はい。カーンが援軍を連れてきてくれました。うん、援軍。命令ですか。馬たちが勇んでいます。前にガンガン出していきましょう。領民が必要です。なるほどね。向こう側からも攻撃を受けている。そして今一個拠点取ったよね。取ったことによって城壁修復。はしご車とかいらない。攻撃開始行きたいね。はいはい。命令ですか。いやなんだろうな。ここら辺が全く動けてない。任務は弓もこっち側攻撃やってもらいたいんだけど、やる気配ないんだよね。栄光へ向かって進め。はい、たどり着けません。なんでしょう。任務ですか。ガンガン行きましょうか。領民が必要です。うん、ここ一旦裏切った敵。知らない、別のところから攻撃受けてんのか。誰を撃ちましょう。気を抜くな。もう全部中入れる。再配置。武器が必要です。雇用が必要です。うん、ここに対する対応やんないとダメだけど、カタパルトどこ行った。カタパルトじゃない。カタパルトはあれ、これ前出したと思うんだけどな。いや、前行けないような感じなんだけど、これなんでだろう。これ詰まってるとか。どこで包囲攻撃。ああ、そんな感じか。カタパルトは向かっています。一旦引きましょう。どこへでもついていきます。でここ
また取ったことによって重複。この辺りを壊せってことだと思うけど、幽閉大量武器が必要です。何がまあいいとして、領民が必要です。新しい命令ですか？お金の周りはまあ十分でしょう。雇用が必要です。あとはどのタイミングで行くか。今敵やってきてる気配があるので、これどこ行くかでね。敵が接近中。攻撃開始。進軍中。うん、なんか弱い部隊しか出てきてないね。どこへでも、もちろんです。攻撃を受けています。どこに乗る？出発。体は鍛えてます。攻撃を受けている。準備はできてます。早く石弓を放ちたいです。この辺勝手にやってくれることを願って。我らの石弓が必要で。憲兵憲兵。気をつけ。承知しました。仰せの通りに。何を守ったらいいでしょうか？新しい作戦が？ご命令を。偉大なる指揮官よ。中守りに行かないとダメなんだけど。準備完了。はい、壁に向かって再配置。この辺は問題なく倒せるはず。武器が必要です。領民が必要です。ご命令を。さて、ここら辺攻撃できるかどうか。弓にかけられてるね。武器が必要です。あれ、これ今再度復活した？そんなことないよね。壊した。任務は？はい、ここら辺まで行って終わらせましょう。雇用が必要です。この手前側だけでも全部やってくれればいいけど。準備完了。ちょっと前行き過ぎたか。ここまで行かなくてもいいような気がした。なんか武器が必要です。ここ探してもらいたいんだけどな。領民が必要です。あ、崩した崩した。これでもういいでしょ。下がりましょう。もうかなり食らった後だけど。では次、裏回りで行くのが良さそう。弓の準備は整っています。気をつけ。壁に向かって再配置。隊長。何でも命じてくれ。馬たちが勇んでいます。武器が必要です。運兵、土兵雇いつつ。お望みとあらば。修復。もう一個はこっちが視力もらってきましょう。物資を送りました。こっち側はしご兵などはいらない。敵が接近中。進軍中だ。補助兵準備完了。どこへでも。
乗馬日和だ。らへんやられてんね。隊長。はい。雇用が必要です。うん。まだかまだか。命令ですか。じゃあ全部で移動しましょう。いやー長かった。今ので1時間かかってるのか。ちょっと長引きすぎてるような気するけど。武器が必要です。騎兵準備完了です。馬騎兵でも呼ぶか。雇用が必要です。どこへでもどこへでもついていきます。騎兵準備完了です。攻撃を受けています。そうすると上の部隊が来る可能性があるから。我らの石弓が必要で。体は鍛えてます。どこへでも。補助騎兵か。これはなかなか見えてない。上の同兵は倒してもらいたい。もう一部隊ぐらいいるよね。これ倒して仰せの通りに卓越した作戦です。この辺来てもらって、こっち側も裏手から壊してもらいたい。うん、倒しきれんか。倒しきった。進発。死ぬ覚悟はできています。これ辺壊す。承知。裏手を壊してもらう。これで入れるでしょ、中に。あとはどうするか。輸送要請ってなんだろうな。何を送ってくるんだろう。物資を送りました。はしご兵はいらない。カーンが援軍を連れてきてくれました。うん。なんか今回のプレイ結構優しいというか、なんというか。道を切り開け。まだ2話目だけど結構簡単に敵を蹴散らせ、プラスになる要素くれるような気がする。君主、君主の名誉のため。あー、びっくりした。君主倒されたかと思った。気をつけ。唐突に壁に向かって再配置。武器が必要です。さてここ壊してもらって、ヒアの装填完了。あとこの辺り取って、ここも取って、でおしまい。全部は戦わなくて大丈夫。取りたいような気するけどね、全部ね。弓兵準備はよし。城壁を守れ。ご命令を。早く壁。お使いしましょう。来る。まずアップグレードやっといて、城壁修復。その後は視力。もういかな、ここら辺は全部行ってしまって。標的の名を言ってくれ。雇用が必要です。領民が必要です。うん、人がいない。さて、乗る準備はできている。馬弓、そのあたりセットで。しました。マントレット、誰を警備しますか。いいか、平原に雷鳴が鳴る。うん、見かけられてんね。
ここら辺も行かせましょう。待っている。命令を。武器が必要です。領民が必要です。敵来る気配あるけど、あれどうするかな。一旦引くか。呼びで弓兵移動。敬礼。光栄です。雇用が必要です。気を抜くな。すぐにでも。前送ったつもりなんだけどな動けてないんだけど。敵に警戒しろ。敵が接近中です。この鶴から攻撃。あれ攻撃はこれか。物資を送りました。部隊が来るだけだった。こっち側とかもいないか。もう一回行きましょう。体は鍛えてます。向かってます。新しい命令ですか。何でしょう。仰せの通りに。指揮官がこちらに。壁に向かって再配置。これももう強引に行ってしまって大丈夫だと思う。前行きましょうか。争いに加われ。攻撃を受けています。体は別の角度からここからなんか出てきそうで怖いんでね。でも出られる場所ないのかな。ならばいいけど。はい。武器が必要です。どこへでも馬たちが勇んでいます。ご命令通りに。まあ敵部隊来てるけども弱い部隊しかいないんで敵は。この点は安心。はい。皆の者行くぞ。武器が必要です。鎧が足らない。何でも命じてくれ。さてこの場所あなたにとってはしご兵はいらない。進軍中だ。攻撃開始。敵が接近中だぞ。ご命令を。敵を攻撃。雇用が必要です。なかなか時間かかってるねこの辺り。私たちの馬は強い。奴らを叩き潰します。空襲。攻撃してないのがいないというわけじゃないんだけど。あと向こう側から何か今攻撃食らってる。あんまりこっちが行くべきじゃないかも。何を燃やす。気を抜くな。命令に従います。さて頑張ってくれること願って舞台ガンガン呼んできましょう。武器が必要です。お金は十分なので市場で。市場どこだっけか。これ鎧を5までは常に買う。呼んでもいいでしょう。新しい命令ですか。雇用が必要です。あとは奥か。攻撃準備は完了。ここ取ればおしまいなので。多分急に新たな要素がない限りは。新しい命令ですか。壁に向かって再配置。長かった。1時間10分ぐらい。まあ、ここら辺に今敵部隊いるけど面白いね。この全然この拠点守るではなくこんなところに要塞作って。倒しきった。どう？クリア？このタイムラグ終わらない？あ、大塔を破壊するのがあれか。彼らはとても不満そうですよ。ここら辺だな。フビライカーンからのメッセージ。豪族をなびかせるのは簡単だ。
ほぼ何もする必要はなかった、うん、歌読みましょう。となるとどうなんだろう。破壊するためには兵器持ってきた方がいいよね。天幕ってさすがに、あ、ここら辺作れる天幕なんだ。じゃあこれマントルってすぐそばから。またカタパルトも出せるんで。前線はどこです。ご命令通りに。命令は何だ。標的の名を言ってくれ。うん、ある程度倒せている。敵がやってきたが近場の部隊でなんとかやってくれるでしょう。あとこの虎であるならば攻撃開始。攻撃を受けています。間違えた。攻撃開始。進軍してるぞ。まあ今安い方使っちゃったな。もっと高いものもあったんだけど。馬たちが勇んでいます。雇用が必要です。この騎士兵にご命令を。偉大なる指揮官よ。補助用天幕。あ、ちょっとこれナメプだったか。なんでこんなとこ止まってんの。整ってます。カタパルト搭載完了。なんだ乗れ。まあさすがにちょっと強引すぎたか。武器が必要です。はい、すぐにでも。一旦引きましょう。もうここの虎の部隊でなんか全部なんとかなりそうな気もね、ないでもないけど。攻撃開始。主力位と攻撃開始。攻撃開始。主力位と。これでなんとかなるでしょ。味方の部隊ちょっと戻しましょうか。補助兵準備完了。あ、でも味方の部隊、これなんでこんなところ城壁なんか壊してんの。武器が必要です。いや、味方の部隊がいるんであればもう全部行った方がいいか。援軍なんでこんな遠いの。いつ戦う。決して振り返るな。どこで包囲攻撃を。届いてるこれ。カタパルトは準備万端です。カタパルト前進。動いてないね。カタパルトを送り出す。この騎士兵にご命令を、うん、敵部隊来てしまってる。これトラもう一回行けるんじゃない。まだ行けない。武器が必要です。領民が必要です。一つの場所は壊した。大刀壊すんであれば、まあ大刀、そっか反対。わあ、ちょっと待って、今なんか嫌なのが見えた。反対側から行くってでもあるな。準備はできています。行きましょう。これやめてまた攻撃開始。進軍してるぞ。ほぼほぼこれでなんとかなるとは思いたい。承知しました。雇用が必要です。なんでこんなとこいるのこれ。争いに加われ。任務は。ここら辺はこっち側から壊しててもあるけど、大刀壊すのは大変だなこれ。思いのほか。ここら辺の宝石使うか。
戦闘準備はできてるぞ。この建造物には到達できません。投石機準備完了。投石機を移す。ここら辺はここの敵の部隊がやってくれると、敵じゃないか味方の部隊がやってくれると思いたい。これ届くかどうか。あ、届くね。じゃあ上も投石機持ってきて、工場用天幕どうなってる。この辺りそこには設置できません。これで時間経過とともに終わるでしょう。岩の装填完了です。カタパルトもいつの間にかあった。だが投石の方がいいと思う。音楽鳴りやんだ。ポケットしないで戦力増強。武器が必要です。雇用が必要です。石弓兵がお供します。ここです。攻撃を受けています。直して、さすがにここじゃ届かないか。あと二マスぐらい。投石機はここだ。投石機を進めよ。投石機を移す。投石機準備完了。うん、動き止まってたな。これ石がないとダメなんてことないよね。投石機はここだ。これさて、右クリックか左クリックか戦闘準備分かんなかったりするから、今のは右クリック。ご命令通りに。うん、のんびり待ちましょう。あとまたここ詳細修復。望み通りにしてやる。物資を送りました。シルクイートもらって攻撃できるところはやっときましょう。進軍中だ。物資を送りました。進軍中だ。進軍してるぞ。うん、もう一つ二つ。あー、こっち方面で攻撃やってんのね。そりゃ無理だわな。投石もう一個出てきた。要塞まで我々を導いてくれ。こっち側も。投石機を進めろ。前向けたかったが敵部隊やってきてしまってる。投石機準備完了。ご命令を。投石機はここだ。戦闘準備はできてるぞ。さて、あとのんびりと。いつでも長距離攻撃できるぞ。この建造物には到達できません。こっち側の敵の武器も壊しておきたい。うん、手前が全部終わった。この辺り一体終わったので一旦準備完了。あ、届くな、これ。この場所からでも。こっち側もまた投石増やしましょう。戦闘準備はできてるぞ。うん、ここ兵器壊し終わってる。いつでも長距離攻撃できるぞ。そしてじゃあまた、これは攻撃中、これも攻撃中、
力もらって攻撃開始。攻撃開始。これもし力をもらう。送りました。要塞まで我々を導いてくれ。攻撃食らってるぞ。投石機はここだ。ここ優先。サイドアタック。進軍してるぞ。これもサイドアタック。進軍中だ。意味があるかと言われると微妙だけど、ようやく真ん中終わった。いつでも長距離攻撃できるぞ。消えたね。攻撃を受けています。投石機はここだ。どうなんだろうな。その調子だ。ああ、一個閉じてたのがあったのか。あ、届く届く。終わりかなこれで。もうないもんね、大統領ね。投石機準備完了。これさえ壊し終われば。投石機はここだ。だが後ろの2機は動いてない。要塞まで我々を導いてくれ。投石機はここだ。投石機を進めよ。投石機を移す。投石機準備完了。投石機はここだ。あー違う。戦闘準備はできてるぞ。要塞まで我々を導いてくれ。あー違うな、なんか戦闘準備は選択がおかしい。閉じちゃうんでね。選択してるのが間違って。要塞まで我々を導いてくれ。戦闘準備はできてるぞ。なんでかな。選んでるつもりなんだけどな。ちゃんと要塞まで我々を導いてくれ。開いて。あと少し。あと1回ぐらい。長かった。1時間半ぐらいかかってるのか。今さら援軍来てもしょうがないけど。終わった。無事倒し終わった。いやー長かった。まあ本来であればもうちょっとテンポよくやんないとダメなんだろうけどね。ということで、2つ目のシナリオクリアで、3つ目、次また次回やっていきたいと思います。またご覧いただけたら幸いです。ではでは。